はいよ私の降りる駅私どこ行くんだ私山はいいよね。てか空気うめえ。てクマクマクマうめえ。かかってこいや。人間どこから入ってきた？我も死ぬ最後に会ったのが人間とは惨めなものだな。ねえ、その話し方疲れない？絶対疲れるわ。貴様、これ抜けばいいの？もう、おい愚かな。人間なんぞが神の剣に触れれば精神あ知らねえし、神がいるなら私は神との戦いに敗れ、この世界に逃げ延びてきました。おそらくあなたは信仰心がないから、あの剣を抜けたのでしょう。本当にありがとう。んなことどうでもいいんだよ。飲め！一緒に飲め！ドラゴン！そして私の話を聞け！飲んでよ。やっぱり女の子だったんだ。まあ一応はこの魔法使うの好きじゃないんですよね。おいい飲みっぷり。よし女同士飲もうぜ。女女だ。すいません、もう怒った。飲むぞ、おっぱい揉ませろ。はい。えいいのだから世の中理不尽なのよ。私はこんなに頑張ってんのに。そうだ、言ってやれ。おとなしく守衛させろ。だっこれ、スタッパのミス私にやらせるな。裏の娘差し出せとか言ってるロリコンどもをドラゴンの一般的イメージにすんな。なんで私一人なんだろう。私も一人になりました。この世界で、さっき。行く当てあるの？いえ、というよりもともと一人ですので。じゃあ私のとこ来る？行きます。じゃあメイドやって。はい、いい。メイドっていうのは単なるお手伝いさんじゃないの。本来はハウスメイドとかランドリーメイドとか役割が違ってなるのにだって訓練が必要で、そこらのメイドカフェとはわけ。あ、私小林トールです。でね、トール、別にメイドカフェを否定してるんじゃなくて、あれはあれでいいんだけど、メイドって職業や。